社会人出てからはいじめられたことあるけど、もう開き直ってたし。なんか俺、ストレスでさ、仕事行けなくなっちゃって、ストレスっていうかもう逃げ出したくて、逃げ癖って誰しも持ってるじゃん。で、無断欠勤2週間したんだよ。で、まあ会社クビになるだろうなと思って、母親に赤羽の喫茶店に呼び出されて、その時付き合ってた女と一緒に行ってよ。で、別に辞めるのはもうあんた大人だからね。私責任取る必要もないし、あんた大人なんだから勝手にしなさいと。ただ、そのまま無断欠勤を続けて、自然消滅的に辞めるのだけは、もう人としてダメだから、ちゃんと辞めますっていう一言を言いに行きなさいと。その一言がない、あるとないとでは、あなたの人生大きく変わってきますから、つって、俺言ったわけよ。で、そのな、院長、院長っていうかまあ、その、室長、一番偉い人に、で、もう一回やってみないかって言われたわけよ。せっかくね、勇気を出して今日来たんだから、もう一回やってきも、もう一回やってみないかって言われて、まあそっか、もう一回やってみるかって俺次の日から普通に出社してたからね。2週間無断欠勤してクソ病んでたのに、まあ別にやってみるかっつって、俺は普通に次の日から行って勉強会出てったら、みんなクソ踊る。普通の人間は来れないよっつって。だって周りの目どう思ってんのっつった。まあいいかなと思いましてっつって。俺は切り替えるのだけは早いから。そっから1年間上司に無視されたけど、俺は開き直ってたから。ニコ生、あ、これ絶対ニコ生で言おうって言ったり、俺も勇気を得たんだ。でも結果として、良かったからな。みんなも本当やめた方がいいよ。で、そういう境遇に今ある人いる？仕事行けてないっていう人。ねえ。そういう境遇でさ、今この夏を迎えてさ、俺がニコ生毎日やってるからさ、とりあえず、時間を潰してる。現実から逃げてる人いるでしょ。あ、ちょ、すげえ開き直って明日行ってみ？すげえ開き直って明日行ってみ？超楽になるから。みんなから嫌われてんのね。みんなから嫌われてるってことは、一個すげえメリットがあるんだよ。好かれなくていいんだよ。やりてえ放題で風呂なんか入んなくていいんだよ。俺なんかもう風呂も入んなかったし別に、歯磨きしなかったもん。別にいいや、俺こいつらに嫌われてんだし、つって。帰ってきて渋谷行ってナンパすりゃいいし、と思って。目くそ、顔中、俺鼻くそ病だったんだよ、俺。その時。風呂入んないで行って、返事もろくにしないで、ウィーすみたいな感じで。で、俺から話しかけても死活されっから、あ、無理っすねーみたいな感じで。そんでそいつらの悪口を上司にチクって、さらに上司の上司に。いや、なんかみんなが俺のこと無視するんで、なんかもしかしたら先輩たちは報告連絡相談ができない人たちなのかもしれませんっつって。陰口を叩いて。クソ開き直ってたらさ。ただ仕事は真摯にやってたの、すっごい。絶対負けねえと思って。こんな、お前たちがこの職場から消え去るまで俺は絶対居心地の悪い空間を作り続けてるからと思ってたら、バタバタみんな辞めてって。最終的に、俺、主任になってたからね、気がついたら。消去法で。なんでクビにならないんだ。一生懸命やってたからね、本当に。もう、後がなかったから。どんな風邪ひいててもさ、一睡もしてなくても、もう後がなかったんだよ。俺2週間無断欠勤したんだよ。そんでクビにならなかったんだよ。会社に対する恩義があるわけじゃん。クソ、だから安月給だしさ、ブラックだし。でもなんかそこはやっぱ大事にしなきゃなと思って一応5年勤め上げたんだよね。休んだ2週間ってちょっと6ポケの頃。そうだよ。嘘じゃないよ。まあ、病院勤めの人だったらわかるかもしんないけど、意外とね、やっぱ人足らねえからさ、なんか、ちょっと、なんだ、系列の違う病院を紹介されたり、言われたのね。グループ病院だったから、じゃあ、病院変えます？って、言われたわけよ。いや、嫌ですって。なんか、俺負けず嫌いだから。俺は、あの人たちと、ところに戻りますって。もう、それは壮絶ないじめを受けたよ。上司に仕方されるってマジで辛くてさ、もう本当に毎日悪口してたね。毎日悪口してたよ、俺は。給料めちゃめちゃ安かったよ。給料めちゃくちゃ安かった。本当に安かった。具体的にどんな感じだったの？やっぱさ、俺、いいところばっか見せていくわけじゃん。
そうすると、あ、この子なんか、ちょっと、有望だなって思ってくれたわけよ。で、すげえ可愛がってもらってたのね。もうこなしするだけですごい嫌なんだけど、可愛がってもらってたわけよ。で、期待に応えたいわけよ、俺は。1年目23歳の加藤純一君は期待に応えたいってなるわけじゃん。で、いいとこばっかして、いい格好して、やってるわけよ。そしたらなんかちょっと、配置を、担当部署をパッて変えられて、そこに馴染めずに、挨拶もできなくなっちゃったの。居心地が悪くて。朝、職場に行って、おはようございますが言えないって、なんかすげえ、今思えばありえないじゃん。で、当時の俺って多分ほんと精神病んでたから、おはようございますって元気よく職場に入っていけなくて、で、それに、対しても、そこですら怒られて、仕事も何にもできなくて、注意されて、で、挨拶すらお前できねえのかよ、みたいなこと言われて、もう行けねえってなっちゃって、次の日から職場行けなくなっちゃったわけよ。で、会社からの電話も全部無視して、でも母親にだけは言っとこうと思って、多分、実家に連絡とか来るじゃん、責任、なんかさ、保護者みたいな欄でさ、会社入社するときのさ、なんかその、提出する資料に書かなきゃいけないわけでしょ。で、なんか書いてたから多分お母さんに連絡来るなと思って。逃げ癖ついてたからさ、母親に電話してすぐ。いや、お母さん今これこれこういう理由で今仕事に行けてないです。もしかしたら電話がかかってくるかもしれないから、もう、あの子とは親子の縁を切ったって言っといてくださいって。俺仕事に行きたくなさすぎて、俺親との縁切ろうとしてたから。もう逃げ出したい。駆け落ちの気分だよね。もうお母さんとも縁切って、もうどこか知らないところで工場で働こうと思ってたの、俺本当に。マジで。俺お母さん言ったんだよ。俺お母さん工場で働くわ。つって。すげえバカにするんだろ。まあ、工場だったら雇ってくれんだろうと思って。機関工とかでね。やっていこうと思ったんだけど。わかりましたと。とりあえず今そういう状況なのはわかりますけど、とりあえず、ひとまず、何もしなくていいから、あんた ひとまずちょっとそこで逃げてなさいって言われて、会社から連絡来たら、私がちょっとま、一言そういう状況で、そういう連絡もあったって真実を話しておくから、あんたひとまずそこで逃げときなさいって言われて、2週間逃げてたんだよ。で、俺もまあ冷静になって、やべえなってなってくるじゃん。今とんでもないことしてるなって。なってくるわけよ。家賃10万円払わなきゃいけない。貯金も、ね、少なくなってくる。彼女も一緒に住んでるから、彼女にもかっこいいとこ見せなきゃいけないって。すげえ大恋愛してたからね。俺ゴリラちゃんっていう女の子と。大恋愛してたから、彼女にもいいとこ見せなきゃいけない。で、親にも迷惑かけられない。会社には行きたくないって言ってね、もう本当に辛くて、そんで6ポケ上げ始めたの。マジで。7月のさ、あれ、6日とかに上げてるでしょ。入社して、まあ、2、3ヶ月だよ。で、毎日上げてたでしょ、毎日。毎日上げてたと思うんだよ。あれ、仕事行ってなかったから。毎日上げてたのね。で、2、3週間経ってから、週3とかにペース落ちてるはずなんだよ。俺仕事行き始めたんだよ。そう。現実逃避してたの。動画で。現実逃避したんだよ。で、その赤羽のさ、俺、北区に住んでたから、赤羽のなんか、駅前のさ、あそこなんだっけ。今でも持ってるわ。松本清の左上の、ビルのさ、左上ってもうゲーム脳になってんだよ。左のビルの2階の、コーヒーレストランに呼ばれて、で、なんかその、彼女と一緒に連れてってさ、彼女を連れてけば怒られねえかなと思って、そう、銀行のところ、彼女連れてけば怒られねえかなと思って行ったわけよ、浅はかな気持ちを持って。そしたら怒るわけでもなくさ、もうやめていいから、とりあえず、もうあんたが何し、もう別にね、工場で働こうが何しよう関係ないと。もう学校出してやったんだから、あんたはもう一人の社会人として責任持ちなさい。だから、やめる連絡はちゃんとしなさいと。そうやって言われたことを今思い出しましたね。鼻くそ氷山から。なぜこんなような話になったか。だからみんなもね、絶対ね、辞めるならちゃんと辞めるって言いに行った方がいいよ。なんか、バックれるってすげえ、超楽じゃん。バックれちゃえばいいんだもん。ちゃんとね、その辞め時を、最後のラインじゃない？辞めるのってすげえさ、ダメなことだけどさ、それ、もう人間として尊厳を保ってもらえる、最後のラインだよね。ちゃんとやめるという。